朝食食べよう住宅街ということで、はい、はい、朝も早いです、ね、朝食シリーズ、はい、今日、ね、もう今3月ですのに、うん、寒いじゃないですか、ですのに寒いじゃないですか。寒いね今日ね。朝食シリーズ、うん、大好きなんですけど、うん、今日初めて、うん、あちょっと今日起きれないかもって思うぐらいの心折れそうになったけど来てみて、うん、もうねこの香りが、ね、あ来てよかったって思わせてくれる、うん、胃が動き出しました。ちょっと嫌な言い方内臓がねグリグリしております。グリグリ、はい、よく動いてるってことですか。それグリグリ壊してるわけじゃないですね、はい、今日の場所が、うん、私先日お仕事でご一緒した、うん、あのヘアメイクの菅さんという方が、うん、我々の YouTube をすごい見てくれてると、うん、で朝食シリーズが大好きっていうので、うん、でお話ししてたら実はおすすめがあるんですよって言ってくれたのよ、うん、えそれはぜひ行かせてくださいって言って連絡取ってもらったら OK って出ましたんで、菅さんありがとうございます。それがですね、うん、もうその香りの正体こちらですね。片根ベーカリーさん、はい、片根ベーカリーさん、ここがすごくいいんですよって、いつも、うん、あの結構行列できてるから、うん、で今日はねもうオープンしたてで ね来させてもらって、でもそれでも結構人並んでたよ ね今朝一で、そう7時オープンですね。で日曜日もやってくれてるからさ、ね、今日日曜日ですけども、うん、行かせてもらいましょう。行きましょう。もう超いい香りしてんだよね。おはようございます。おはようございます。ちょっと待って、ジブリなんて可愛らしい、素敵な、おいしそう、おいしそう。店員さんも映っても大丈夫ですか。はい、大丈夫。可愛いですね。三角形の被り方もそれぞれ OK な片根ベーカリーさんですね。今日は下まで被ろうっていう、いつもですか。最近はこのスタイル流行りがあるんだ。可愛らしいね、お二人ともよろしくお願いします。もう焼いてる焼いてる、すごい忙しそうに。お二人はアルバイトなんですか。社員さん、あお若い、ね、朝何時に起きたんですか。今日は5時ぐらい。5時ぐらいに、みんな時間が違います。あバラバラ、ね、バラバラの入りなんですね。へえ、やっぱ焼く方が一番早くて、一番早いな、2時台か。もうジップじゃない。ミトちゃんなのよ、入りなんだ。ミトちゃん、ちょっと種類がこんなさ、朝一からこんなにたくさん種類ね出してくれてんの？これ全部今日焼いたやつですよね。今朝焼き上がったので、さっきちょうど焼きたてが蒸し上がってきた。何これ、かわいい。卵とかミルクをたくさん使ってる生地。甘い柔らかいの。甘い柔らかいの。食べたい。それいいですか？それを食べる？どうしよう、ちょっと全部。私これ1個パン、皆さんも ねおすすめというと何になりますか。今日は、はい、あ はたまねぎのフォカッチャとか。はたまねぎのフォカッチャ、はい、うわ毎日お野菜やってるのが違う。あ、日替わりだ。そうですね、今日ははたまねぎですけど、はい、昨日だったらつまいも。あ、うわ美味しそう。商店さんっていう八百屋さんの美味しいお野菜を載せてて、はい、クリームチーズのデニッシュとか美味しそう。え、メロンパンも可愛い。可愛いね。ドーナツもあるよ。ね。わ、可
わいい。お砂糖のドーナツと黒豆きのこのドーナツ。どれがお二人は好きですか？うん、アンパンが好き。アンパンが好き。かわいいね。自家製のあんこで、あんこもすごい美味しそう。ございます。すいません。あ、どうぞお帰りになってください。電車の手、え、どっかに降ろしてるんですか？いろいろ降ろしてて、今日はカメルバックさんという本屋さんに。あ、すごい。他のお店でも食べられるんだ。はい、ブルーボトルコーヒー。あ、ブルーボトルコーヒー。あ、やばい。あ、どうぞお客様。そうだね、クロワッサンジャンボンと、あと栗。うわ、いやー、そっから焼きたて。嬉しい。嬉しいね。あ、じゃあいいですか？絶対あったかいだろうに、ね、温めもしてくれる。いいな、温め。クリームチーズのデニッシュとミルクスティックと、あとおすすめされてたブリオッシュアテッド。はい、サンダルヨガチのやつ様。あ、そうなんですか？すごい、いつ来ても。黒豆きなこのドーナツとデニッシュ、お願いします。いただきましょう。いただきます。いただきます。かわいい。カタネベーカリーって書いてある。お肉みたいな。これも食べてみたんかな。あの、あ、おすすめ、あれだ、最初にふわふわ。あ、これ、あ、これか、これだ、これだ。温めてくれた。高いのいいね。うん。あ、私はもうこのミルクパンにも目がないんで。そうだったの。じゃあ私はクロワッサンにいろいろ入って焼いてくれたやつ。いいね。いただきます。はい。温めてくれたから。うん。あ、うえ。めちゃくちゃ美味しい。視聴者の方ですか？視聴者さん？視聴者さん？どうぞどうぞお座りください。お座りください。あの、これめちゃくちゃ美味しいです。美味しいですか？嬉しい。これお名前何でしたっけ？クロワッサンジャンボン。ジャンボンだ。ジャンボンだ。めっちゃくちゃ美味しい。このなんかベシャメルソースですか？はい、はい、めっちゃ美味しい。クロワッサンでこういうことあんまないじゃないですか。そうですね。ね、見てくれてるんですか？ですちょっとどうぞこちら。あ、もっとよければ。なんかちょうどハリセンボン YouTube さんの話をスタッフの方と話してた。え、すいません、5分後ぐらいに鹿島さんからって電話かかってきて、動揺しちゃって引き寄せてくれたんですね。いや、すごい、もう本当にもう今日めっちゃ楽しみです。いや、嬉しい。両思いだね。ね、伝えに来ました今。嬉しすぎる。え、特にこう何が好きとかありますか？いや、あの、それこそ朝ごはんが食べたいの企画がすごい好きで。嬉しい。じゃあいつか来ないかななんて思ってくれて。全然考えてなくて。え、そうなんですね。すごいですね。でも本当に、え、話してた5分後って、はい、え、こういうのがあるんだけどみたいなのを皆さんに広めてくださってたってことですか？なんかたまたまその、うん、田んぼさん、あ、はい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 、を見て、はい、私も新しいお米を買って食べてた時になんかお米の話をされてて、可愛 いエピソード。女性でしかも一番美味しかったのが三重の松阪の、はいはい、で私三重出身だからっていう話をちょっとしてたんですよ。ね、ここの
社員さんは話も健康的なのよ、うん、そんな話、私も三重出身だからお米選んでくれて嬉しいとか、うん、そんな健康的な話あるね。すごいあったかい会話ね。いや嬉しい。いやもうすいません、お話できて嬉しい。いやこちらこそです。嬉しいです。寄せていただいて、ね、伝えてパンの美味しさをさっき伝えたつもりだったんだけどお店の方が行ってきていいよって言われてないけど自主的に今空いたので。空いた、すごかったですね。だって朝一からブワーって、ね、人がバーって来られて、うん、いい仕事されてますね。何年目なんですか？私はでも1年半とか。1年半、すごいね。パン屋さんにこう働きたかったんですか？そうですね、なんか経験したことなかったので。へえ、そうだったんですね。そうなんだ。ちょっとまた伺いますね。ぜひぜひ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。なんて可愛らしい、ね、許可もらってないんだよお店で人がちょっと減ったから今だ今だ。そんな芸人になれたんだね。そう、確かに衝動を抑えられない芸人になれたのよ、うん、そうね、うん、嬉しい。視聴者さんね、さあお話できて嬉しい。我々なんてさ、うんうん、そこら辺に普通にいるのに、うん、そんなね駆け出して会いたいって、ね、で見てますって、うん、いや YouTube 見てます。この間もね、かっぱ橋でさ、うんうん、ご夫婦あったじゃん、ね、まさかじゃなかった、まさかだったすごい去り際ですよね。去り際本当に桜みたいに普通に入ってこられて、うん、あ、ハリセンボンとかもなく、うん、寒いからもうお父さんって言って最後に見てますみたいな、うん、ロイヤルホスト行っちゃいましたそうなんですかみたいな、ね、そう、人生で初めて、うん、うちらの YouTube 見てロイヤルホスト行きましたって、ね、人の人生変えてんだよ嬉しいね。すごいよね、うん、本当にハッチャンかっこいいもうパッキーンとかもう出てこないもんね。もうちょっとはっちゃんって何かなって思っちゃう。朝7時だから。朝7時だからね。うん、あ、それ何ですか？私はあのクリームチーズのクロワッサン。うん、あ、これ私も買いましたけど、ね、めちゃくちゃ美味しそうだった。美味しそう。いただきます。クリームチーズ好きなんだよね。はい、そうだったんだ。うん、うん、あら、震える美味しさ、小刻みになる美味しさどういうこと？うん、うわ、クロワッサンもパリパリで、バターの香りに包まれます。クリームチーズはどうですか？クリームチーズはもう、うん、美味しいクリームチーズに、うん、ジャム？あ、そうなんだ、うん、これなんだろう、あんずジャムとかかな。あ、ここね、はい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 、下にクロワッサンと思いきや、そうジャムも入ってて、うん、果実の甘みと、うわ最高、最高ですね、うん、ちょっと待って、これ、あ、ドーナツも、うん、買ったし、うん、食べてみんなも。シンプルクロワッサン、こっちにあるよ。あ、そう、クロ、あ、これもシンプルクロワッサン。これどうなの、うん、あ、これパンオショコラ。あ、絶対にこれがいいです。そうだったんだ。見せてあげてください。うわ、すごい。うわ、すごい軽い。あ、すごいですね。あ、すごい。空気みたいに軽い。モテる空気あ、これもおすすめって言ってたね。あ、そうだ、シナモン。あ、クロックムッシュも温めてくれてる。あれ、はるかクロックムッシュ。あ、そうだね、美味しそう、大好き、ありがとうございます。いただきます。これ鳥も喜ぶでしょうね、パンも確かに、なんか食リポ受け負わなきゃ
もうプレッシャーがすごくて変なこと言ってる。鳥も喜ぶでしょ。パン、いろんな角度でパンくずの話。このね、うん、近所の鳥はね、すごいあのお弁当すごいつけてる。口の下に。なんか、え、言わない？え、米粒とか。言わない。言わない？言いますね。言いますよね。ご飯とか食べてて、ここに米粒とかつくじゃん。うん、お弁当つけてどこ行くのって。言います絶対。ちょっとコメント欄で書いてください。お弁当 つけてどこ行くの、ここに何かがつくことお弁当って。お弁当ついてるよっていうの。うん、そう、米粒以外でもそう、なんか生ホイップクリームとかでも。いやいや、だいたい米粒だけど、お食事系。お食事系、うん、なんかコロッケの衣とか。そこ、そんな細かいものはあ、ちょっとついてるよって言うけど、うん、お米粒とかついて目立ってる時は、うん、お弁当捨ててどこ行くのって言うから。いつから言わない。言う桑原さんは言わない。え、5分の3言わない。え、徳島東京で言うでしょ。広島、東京、うん、聞いたこともない。場所じゃないですね。親が言ってたか。うん、親とか祖父母。祖父母かな。愛情感じますよ、うん、もうお弁当つけてるから。お弁当つけながらね。愛情感じますよね。えー、いや、統計取りたいな。お弁当って、ここについてたらお弁当って言いますよね。でお弁当って言う人はもうお弁当って書いてください。お弁当派。びっくり。他にあるかな、そういうの。当たり前だと思ってたけど、うん、ま、だから今まで言ってて、うん、え、でも通じなかったことないよ。初めて。さっき鹿島さんにお弁当ついてますよって言ったら、ええ。鹿島さんみたいでしょ。食べれますね、めっちゃ。うん、もう軽い、うん、うん、好きなものは最後に取っとくタイプ。あ、いや、私一口目好きなもの行くな。うーん、すごいバランス考えて食べるかも。うーん、え、うわ、自分でも迷うけど、例えばとんかつとかステーキとか、どっから行く？切ってやって、うん、端っこから行くか、うん、真ん中から行くか、うん、とか。私は、うん、端から。あ、端から。うん、とんかつとかだとさ、端だとさ、うん、ロースとかだと脂身のとこだったりするじゃん。うん、そうだね。そういうとこから行く。だ、なんか最初に、うん、こう退治しておきたいと。退治。そんな向き合ってんの。うん、やっぱ真ん中が一番美味しいのは分かってるから、うんうん、でもこう先に端からこう迎え入れておきたいっていう、うん、準備ってこと？うん、うーん、私は、うん、やっぱあったかいうちに一番いい状態というか、うん、食べたいから、うん、真ん中もしくはその横、うんうん、をもう行く。うん、後半で端がさ、うん、2個出てくるじゃん。うん、これはいいじゃん。それに関しては全然いい。へー、うん、まあ美味しいは美味しいもんね。うん、端から行ったことあんまないかも。へー、あ、とんかつはそのキャベツのついてるじゃん、千切り、うんうん、キャベツの千切りも入れたら、うん、どっから食べる？
それを入れたってことはキャベツの千切りからいくってこと。そう。いやキャベツの千切りからいかない。そうなんだ。まず肉から、うん。お味噌汁から。怖っ。食い気味。問われてない答えを言う。確かにね。それで下地を作っておくってこと？うん、胃にこう下地を作っといて、うん、まあ胃に下地というかまずこうキャベツを退治しておきたい。なんでそんなに向き合おうとするの。なんか今日の格好も相まってなんか芽キャベツに見えてきた。でこの緑から出てきちゃったみたいな。美味しいね。美味しい。じゃあごちそうさま。うん、すごいね。でもさ、超嬉しくなかった、うん、そのまずメイクさんが紹介してくれて、うん、そのメイクさんも YouTube 見ててここに行ってほしいって朝食シリーズ行ってほしいって言ってくれた先の方が、うん、YouTube 見てくれてる、うん、最近言えて嬉しいのは、うん、テレビであんま視聴者さんって言わないじゃん。ああそうだね。YouTube の用語みたいな感じじゃん。うん、YouTuber の人とかがさ、うん、視聴者さんじゃんみたいな。寒いから。寒いからもう口が回らないのよ。北海道にいるのか。視聴者さんっていうのがなんか YouTuber っぽくて、うん、いいよね。YouTube やってんなって感じが。うん、いや本当に。ありがとうございます。ご縁がご縁を生み、美味しいパンにたどり着きました。ありがとうございます。ごちそうさまです。